今は仕事中だろ。金尾課長から頼まれた書類の整理は終わったのか？そんなのいつだってできんじゃん。そう後ろ向きかな、まあ、何十本もボツにされてきてるんだぜ。わからねえでもねえけど。それでお前が提唱したレストランの顧客管理システム、海外の会社から注目されてるらしいぞ。は？海外の会社から？どうして？そんなこと俺に聞かれてもな。カナーならなんか知ってんじゃねえ。アフロ、あんたまたサボってるの？なんで俺だけなんだよ。大平だって一緒に喋ってるじゃねえか。日頃の勤務態度のさよ。疑われるのが心外だって言うなら、私が信じざるを得ないくらいの論理的な根拠を示しなさい。お前というやつは。金尾課長、今少しだけお時間よろしいですか？私に用事？はい、ちょっと聞きたいことがありまして。何かしら？二人きりの方がいい？だったら第三会議室が空いていたと思うけど。そこまで込み入った話じゃ。ボンバから海外の企業が俺の企画に興味を示したって聞いたもので、本当なのかなって。事実よ。さすが大変ね。これはビッグプロジェクトになるわ。いや、それは営業が頑張ってプレゼンしてくれたからで。銃は弾がなければ撃てないわ。大変、あなたはもっと自分に自信を持った方がいいわよ。今のままでも十分素敵だけど。しかし海外とは驚いたな。これ出張とかあるんじゃねえの？間違いなくそうなるでしょうね。え、そうなんですか？プロジェクトの管理者が現場に立ち会うのは常識でしょ。でも海外なんですよね。日帰りは無理じゃないですか。当たり前だろ。どうしたの大平？何かあるのなら相談に乗るわよ。第三会議室が空いてるし。え、あの、出張となった場合の期間ってどれくらいを想定されてます？わからないけど、1週間くらいじゃないかしら。やっぱり不安よね。でも安心して、一人で行くのが不安なら私も一緒に行くわ。そうすれば洗濯とか料理とかそういう手間が省けるでしょ。あの、大変？聞いてる？冷やし中華にしたら？夕飯の買い物じゃなくて水着よ。付き合ってくれるわよね？さっき別に構わないって言ったものね。いや、それは買うものが水着だって知らなかったから。大平は私に嘘をつくのね。悲しいわ。頼むからからかわないでくれよ。
あら、私は本気よ。叶う。ごめんなさい、困らせちゃったわね。嫌われる前に引くことにするわ。こんなことで叶うを嫌ったりしないよ。大変は、夏季休暇はどうするの？どこかに出かけたいとは思ってるけど、具体的なことは何も決まってないな。そうすると、今はまだ何の予定もないと解釈していいわけね。まあ、そうなるね。ねえ大変、私がどうして水着を買うのかわかる？それは、海かプールに行くからでしょ。そう、正解。でもね、使うあてがないの。大平、私は海に行きたいわ。いいんじゃないかな、せっかく夏なんだしね。ええ、そうよね。夏季休暇なんだし、泊まりがけで行くのもいいと思ってるの。そうなると、海外とかも選択肢に入るんじゃないか。ハワイとかグアムとか。ベタだけど憧れるよ。温泉と海水浴が両方できる宿なんかも素敵よね。昼は海で楽しんで、夜は温泉で体を休める。最高じゃないか。大平もやっぱり温泉とか海とか行きたいわよね。うん、俺も夏季休暇は小旅行でもしようかな。大平も旅行に行くのなら一緒に行けるといいわね。カナウと一緒に旅行か。うん、楽しそうだ。そうだね、海で遊んで温泉に入って日頃の疲れを癒したいね。それから夜はボンバや生まれと一緒にゲームでもして遊ぶかな。せっかく海に行くなら大勢の方がいいよな。なんならアレックス君も一緒でもいいかな。いい気分転換にもなるし、きっと楽しいだろうな。うん、夢が広がるよ。そうね、夢が広がるわね。で、どうする？カナウがそのつもりなら、俺も休みを合わせたりして調整するよ。ちょっと無理かしら。だって、そんなに大勢が一気に休んだら仕事に支障が出るでしょ。ということで、また別の機会にしましょう。それじゃあ、私はそろそろ行くわね。ああ、うん。結局こうなっちゃうのね。外出したら偶然にもゲームのロケテに出会ってしまい、
プレイしたいけどそういうわけにもいかず、ここでずっとうろうろしていたというわけか。そうなんだよお兄さん。ねえ、どうにかならないかな。ならないな。とっとと諦めて家に帰るぞ。てか、たまには夕飯の準備を手伝え。ひどいよお兄ちゃん。こんな機会もう二度とないかもしれないんだよ。今ロケ手中のゲームだって評判が悪ければ開発中止になったりする可能性もあるんだから。そうなったらもうこのゲームはプレイできないんだよ。マルはそんなの嫌だよ。評判が悪くて開発中止になるゲームなんてプレイしてどうするんだ。つまらないに決まっているだろ。世の中いつでも多数の意見が正しいとは限らないんだよ。大勢がつまらないと言ってもマルにとっては面白いってこともあるんだから。その理屈は分かったよ。でも結局どうすることもできないだろう。その格好じゃゲームできないんだし。いや、まだ方法はあるよ。お兄ちゃん、生まれのために犠牲になって。